写真ですか。はい、写真、はい、はい、じゃあ写真、こっちおいで、そんな投げない子供、あ、ごめんなさい、はい、ありがとうございます。じゃあ、すいません、ありがとうございます。厳しいお母ちゃんだね。そんな中継ないから。行きましょう。時間ギリギリです。時間がないというね。1打席目見逃したら困る。やばいっす。さあ、中日キャンプに来ました。はい、ね、聞きたい人にほとんど喋れたというね、あの身の入りのある、取材でしたけど、はい、どうでした。まずまず雰囲気がすごく良くなったということと、なんかこうノックをシートノックから、まあ、二遊間のノックも見たけども、非常に緊張感もあり、その競争してるなっていう、そういう姿が見れたんで、まあ、昨年までは競争というよりもなんかこうボールを取って投げるっていうことが必死で競争まで行ってなかったんだけども、非常に競争を感じるシーンがたくさんあって、まあ、良かったですね。まあ、良かったのと、あとやっぱこう育成で今年から来たキューバから来たクリスチャン、はい、あ、ロドリゲスですね、うん、はい、いいね。あの育成にしとくのはもったいないというか、うん、なんかすぐ試合会になって、まあ、バッティング次第だとは思うんだけども、メンバーに入ってくるかなっていうような、まあ、そんな感じがするよね。具体的にどのあたりが良かったですか。やっぱり柔らかい、それと身体能力が高い、まあ、それと足がね、うん、やっぱ速いよね。バネがある、うん、だから非常に期待感はすごく膨らむかな。確かに今日ノックでいくと、ね、辻元選手、それから村松海斗選手、それからロドリゲス選手ですよね、ショートに入ってましたけど、まあ、豊さんの目にはやっぱロドリゲス選手がよく見えるね。あとやっぱりこう田中がね、今2軍でやってて、うん、はいはい、まあ、上でできないことはないんだけども、安全を期してまだ2軍でちょっと調整させてるという話だったんだけども、まあ、辰巳監督の話とかね、まあ、その選手に入ってきたらまだ本当に競争になるかなっていうような、そんな感じでは話してられたけどね。なんかシートノック見られて、何かここ気になる点ありました。外野手の方は強いな、うん、外野手の方、まあ、新しい外国人っていうのはそこまででもなかったんだけども、はい、レフトに入ってましたからね。レフトに入ってて、はい、ただその岡林だとか細川とか、まあ、上林もちょっと落ちたりしてもなんかいい形してるし、はい、だからなんて言うんだろう、割とその肩っていうのは強くなってきたなっていうような感じがするよね。そのあたりはこう何かやっぱりバンテリンをホーム球場にする、いや、もちろんところで、それはもう外野手の守備力っていうのはすごく大きなところだから、はい、それは絶対必要なことだよね。そのあたりじゃ期待できそうですね。いや、それはもう期待できる。あとはバッティングやな。そうですね、そこの課題ですね。そうだね。残念ながらちょっとフリーバッティングとか見れなかったんですけど、うん、ここからバッティングがどうなっていくのかっていうのはちょっと注目です、ね。まあ、中田翔と話をしたけども、はい、肩にのしかかってるプレッシャーっていうのは相当なものがあるんじゃないのって言ったら、全くないって答えましたね。その全くないっていう裏にはもう居直ってるっていう感じ、ここでもう成績が出せなかったら自分は引退するっていう腹が据わってるわ。だからそのプレッシャーというよりも自分との戦い、野球人生をかけての戦い、まあ、それを望んでるというか、そういうふうに考えてるというか、だから、あ、気も据わってんなっていうふうに思ったよ。逆に言うとすごく状態がいいかもしれないですよね。自主トレからしっかりやってきてるかもしれない。いや、もうね、やっぱ表情がいいわ、うん、まあ、全チームの時の表情と比べると、やっぱ自分がやらなきゃいけないという、まあ、そういう肝の据わりもあるんだろうけども、はい、非常にあの表情がいい、なんかこう自分のペースでできてるし、まあ、調整もうまくいってるのかなっていうようなね、まあ、そんな感じがしたよね。
今日ブルペンに行った時に打席に中田選手と中島選手、それからディカーソン選手が入ったりして、あのやっぱりこの時期にブルペンに入って打席に立つっていうのはどういった意図で？まあやっぱり目慣らしだよね。だからスピード感だとか、まあ、体感するもの、まあ、そういうものを眠ってたものを起こしてるというような、まあ、そういう作業だったんだけども、まあでも中田中島クラスだとまあまあすぐ呼び起こしてくるよね。中島の話は面白かったんだけど、はい、なんかすぐ若手も聞いてくると、ね、で若手聞いてくるけどやっぱベテランだな、じゃあそのシチュエーションがしっかりしてないと答えられない、基本的なことは分かるだろうみたいな、まあ、そういう感じで捉えたし、なんかこう立浪監督には教えなくてまず見ることが大切なんだ、まあ、聞くのは簡単なんだけどさ、やっぱりこう見て覚える、これはねすごく大事なこと でどういうところをポイントで見るかっていうのは非常に大事なことだよね。そうじゃ期待できそうですね。いや俺も期待してるよ、腹から、はい、で立浪監督ともじっくり話をしたけども、やっぱやっと競争になってきたと、でやっぱこれからですよというようなことを言ってたけどね、立浪監督も手応えを感じてたのかなというような感じもするし、だからそういう意味ではやっとこうなんていうの、戦える集団になってきたと思うね。選手全体的にやっぱりすごい礼儀正しいなっていう、いや俺はね各球団と比べても挨拶をしっかりできてすごいですよね。顔見たらちょっと離れてもわざわざ来てくれて、はい、なんかこっちが練習中だから恐縮するんだけど、なんかこう挨拶してくれて、だから本当に気持ちのいい球団だなっていうね。そうですよね、選手たちだっていう、はい、で話をしても受け答えっていうのがね、はい、あのしっかりしてるし、でまあブルペン入った時にネオがいて、はい、挨拶来てくれてね、はい、どうやって言ったら調子いいですみたいな、はい、だから明るく楽しくやってる雰囲気があるしね、はい、だから大野選手とも話をしたけど もう開幕から全開でいけますとか、はい、いうような心強い言葉ももらったしね、楽しみですね。そうだね、まあ、楽しみだし、あとはヘッドコーチ、はい、加藤がヘッドコーチ、ね、膝を痛めても何してても注射打ってもグラウンドに立ち続けてるというね、やっぱこのコラボ動画でも言ってたけども、あのメンタルコーチ大谷選手、そういう選手のいいところなんか徐々にこう伝え出してきてるけども、まあ、例えばね人間だったら半分半分でいいところあるとか、愛しを嫌うんではなくて、ね、半分半分で見てあげるといいよっていう、やっぱりどこ何するにしても必ずいらっしゃいますよね、片岡さん。ああいうエンジン、チードロックの前のエンジン一つ、最後の練習一つ、まあ、常にグラウンドでどこかで見ているっていう、そうね、なんかすごい、まあ、だから組織として、はい、立浪監督がいて、ヘッドコーチがいて、はい、この循環が良くなってるというか、まあ、立浪監督がやりたい、やってくれってお願いされることを、各コーチが責任を持って、しっかりやれるようになってきてるんでね。だからやっぱりそこら辺も風通しがよく、まあ、ヘッドが入ったおかげかなっていうふうには思うけども、井坂さん言われてましたもんね、ずっと。でも和田ベンちゃんとか小田光平、まあ、こういう人たちも潤滑流になって、非常にねあのチームはいい状態の方向に向かってると思う、だから期待感はすごく、で今年は A クラスに入らなきゃいかんなって、まあ、入れるよなとか言って言ったら、いや優勝目指しますって監督がおっしゃってたからね。だから、まあ、それだけ 1、2年、今年3年目だけども一番手応えを感じてる、まあ、チームかなっていうふうに思った。まあこれ見てもね、たくさんのファンの方々がそうやっぱり応援してますから、だからあのいろんなことを言ってヤジとかしか聞こえてないけども、だからもう本当に応援してくれてる純粋なファンっていうのはたくさんいるからね、はい、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思います。まあなんといっても今日ちょっと別の球場ですけども、はい、嬉しいことがありましたね。最初に立ち捨てと、ああそう、これは言わなきゃいけないんですよ、この動画で。いやもうね車を止めて降りた瞬間に、ああ高橋さんって立ちつつとって、最初何言ってんのかなこの人と思ったけど、俺が忘れてキーワードが立ちつつと、そうなんですよ、これを言ってくれたら特別の何か、なんかプレゼントを送るというね、
まあ、第一号の人で、すごい嬉しかった、ね、嬉しかった、選手に会う前に会いましたもんね。そう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 、非常に嬉しかったです。見ててくれるんだね。そうですね、でも君はあと最後の方だったからね、どれに見てくれてるんですか。嬉しかったです。嬉しいですね、はい。さあ、まあ、ちょっと時間も、ね、ないので、はい、まあ、次の球場に、まあ、そうだね、はいはい、でも本当に中日ファンの方は期待してください、はい、ね、本当にいいキャンプやってます、はい、また詳しく動画はスタジオで撮って、そうだね、もしくはこうグラウンドの様子も撮ってますので、はいはい、そのあたり、ね、楽しんでもらえたらと思います、はい、そうですね。